私はね、世界って地図に示されたような形は見えないの。戦場にいた私に見えるのは、教団っていう囲いの中にいる仲間の顔だけ。ひどいやつでしょ。本当の世界より仲間が大事なの。それが私にとっての世界だから。仲間が一人死ぬことは、私にとって世界の一部が滅びるのと同じこと。強い感情が、何かを伝えたいという強い思いが、